未来展望は、1966年に撮影され、1967年に、公開された、フランスイタリア西ドイツ合作のオムニバス映画、愛すべき女、女たちの一編、ジャンリュック・ゴダールの監督作品である。女優アンナ・カリーナを主演にした、ゴダール最後の作品として知られる。オムニバス映画前編については、愛すべき女、女たちのページを参照。愛すべき女、 女たちの第6話は2001年愛の交換の放題でも知られているが一般には未来展望とされている。ゴダール監督の長編劇映画アルファビルによく似ているがこれはもともとゴダールをインスパイアしたドキュメンタリー作家クリス・マルケル監督のフォトロマンラジュテという先行作品がある。本作はラジュテを撮影したパリ郊外バルドマルヌ県オルリーにある オルディ空港、それに隣接するホテルヒルトンでロケーション撮影が行われた。撮影監督のピエール・ロムは、ゴダールの助監督を10年務めた本作の助監督、シャルル・エルビッチが、このオムニバスにも参加しているフィリップ・ド・ブロカラと作った短編、3つのランデブーレトロはランデブーの撮影監督として、キャリアをはじめ、オランダのドキュメンタリー作家、ヨリスイベンス監督の ルミストラルなどを取っている。今回ゴダールとは20日を合わせ。音楽はジャック・ドミ監督のシェルブールの雨笠、ゴダール監督の女と男のいる歩道のミシェルル・グラン。美術のベルナール・エヴァンはドゥミ監督の短編レベル・インディ・フレントから始まり、ドゥミやクロード・シャブロルの初期作品を多く手がけた。エルビッチのほか一番うまい歩き方のクロード・ミレール監督が、 本作の助監督についた。クレメンテ・フラカシは、フェデリコ・フェリーニ監督の、81-2の制作主任であり、本作が遺作となった。アンドレ・キュルテは、ルイス・ブニュエル監督の、それを赤月と呼ぶの制作主任である。相手役のジャック・シャリエは、ジャンピエール・モッキー監督の、今晩を暇や、アンドレ・カイアット監督の、愛のため息で主演している。 ビットリオデシーカ監督のアー結婚やフェディーニ監督の魂のジュリエッタにも出演しているマリル・トロはイタリア女優。ダニエル・バールはゴダール監督のメイド・イン・ USA にも出演している。後に映画監督になるジャン・パトリック・ルベルはゴダール監督の彼女について私が知っているニソンの事柄及び本作に出演後、 ピエール・グランブラ監督のスローガンに助監督としてついた。ゴダールの長編、第2作、小さな兵隊に出演、そして結婚して、以来、アンナ・カリーナは、ゴダールの数々の名作に主演してきた。1964年には、アンナの愛称を社名にした、映画制作会社、アヌーシカ・フィルムを、設立、離れ離れになどを制作してきたが、1965年に、 二人の結婚生活は破綻、本作がゴダール作品での最後の主演作となった。この映画のラストシーンは二人の関係へのゴダールの最後の賭けのような気迫が感じられる渾身のシーンである。それでも二人は別れてしまった。再びゴダールの署名した映画の中にアンナ・カリーナが登場するのはこの20分の短編映画から25年を待たなくてはならない。 それが10分の短編映画、時間の闇の中でである。女と男のいる歩道での最も美しいシーンのアーカイブフッテージからの引用であった。34年も先、西暦2000年の近未来社会では、性的な勝負と言語的な勝負に分業化されている。宇宙船を乗り換えるために地球の空港に降り立ったソビートアメリカ軍の士官は、 ホテルの部屋に呼んだ口を聞かない、フィジカルラブの勝負はに満足できず、チェンジを消耗。変わって現れた勝負は、客の体には触れず、聖書に書かれた愛の言葉を語りかける。彼女は、言語的な、勝負なのであった。二人はやがて最後に、真実の愛に到達する。パートカラー作品、上映時間20分、上映サイズ1、1.66。ありがとうございます。